十1 51番星はアンドロメダ座の四等星である。オレンジ色の巨星で太陽系からの距離は約177光年。この星は、プトレマイオスの星表やキコの星表などでは、もともとアンドロメダ座に属するものとされており、ペルセウスザファイ星とともにアンドロメダーの右足とされていた。ところが、ヨハンバイエルによって、 ペルセウス・ザ・ファイ星ともども隣接するペルセウスの持つ剣とされ、ペルセウス・ザ・ウプシロン星とされた。この星がアンドロメダ座では5番目に明るいのにもかかわらず、アンドロメダ座としてのバイエル符号を持たないのはそのためである。その後、ヨハネス・ヘベリウスによってペルセウス座からアンドロメダ座に戻され、ジョン・フラムスティードもこれを踏襲して51アンドロまでとした。その後も、 フリードリヒビルヘルム・アルゲランダーやエデュアルド・ハイスは、ペルセウス座の星としていたが、国際天文学連合により1930年に88、星座の境界線が定められた際に、アンドロメダ座に所属するものと確定した。学名は51アンドロマで、バイエルの、ウラノメトリアやヨハン・ボーデの、ウラノグラフィアには、ネンブスという固有名が見られる。バイエルは、ネンバスを、 剣や鎌のようなものとしているが、アラビア語やラテン語にも、ネンバスという言葉はなく、語源は不明である。2017年9月5日、国際天文学連合の構成の命名に関する、ワーキンググループは、アンドロメダザ51番星の固有名として、ネンバスを正式に承認した。ありがとうございます。